はい、ついに麺を茹でる工程に入ります。こちらの大きなね、寸胴鍋に水を 4.5 リットル張ってます。で、それを今、ちょっと沸騰させようとしてますね。沸騰するまでの間は、煮卵をね、切っていきましょう。はい、ちょっと割れてしまったんですね。はいはいはい。なんか、出します。はい。よいしょ。生まれた。あ、生まれそう。てか、なんかもう、とろって出てきそうね。そうだね。最後に切るか。はい、こちらは、味玉です。はい、美味しそう。味玉トッピング120円追加です。ああ、でも追加してでもね、乗せたいですよね。美味しいよね。あ、ダメだ、生まれちゃう。やっぱりラーメンといえば煮卵。うん。あとはチャーシューを切りたいですね。持ってきます。はい。楽しみに。ということで、はい、切っていきます。はい。皆さんお待ちかね。ダチョウのフィレ肉で作った。チャーシューですよ。まだちょっと熱い。美味しそう。ね、美味しそうな匂いが。こうかな。アメリカ。おお。美味しそう。ゴミでじゃないけどいいか。なんて贅沢な。美しい。いいですね。すごいスッて通る。ラーメン屋さんとかってさ、うんうん、サイドメニューでさ、チャーシュー丼ってあるよ。ある。あるわ。これで中に戻っていきます。はい、柔らかい、ジューシー。さすがダチョウ肉、すごく美味しそう。はい、はい、じゃあここにおろしニンニク小さじ1。いいよ、取っていった。はい、炒りごまを適量。はい、適量どうぞ。揉み込んで終了。そうです、揉み込んで完成。こんなところでしょうか。はい、はい、ということで一旦チャーシューは完成。煮卵もネギも準備 OK。 OKOK、 まだ沸かない。沸かない。どうしたどうした。これ煮卵のつゆだった。最初こっちだった。どうまい。ああ。何か味が違うかな。いや、ほぼ同じ。じゃ大丈夫だ。大丈夫、オッケー。卵のね、旨味も追加されたよ。なんか違う。なんでここにあるんだっけと思いながらやってたけど、なんかちょうどいいとこにあるなって思いながらやってましたけど。まあいいや。こっちはこっちでもぴったり。うん。はい。中華も行ってきましたので、はい、中華麺を入れましょう。入れましょう。はいはいはい、はい、あ、もったいない。はいはいはい、いいですね。よ、ラーメン屋さん。ラーメン屋さんね。タイマーを2分にセット。はいはい、茹で上がった麺でお会いしましょう。塩スープです。はい、はい、先に茹だった麺を入れて。おお、なかなかにいいんじゃないですか。はい、麺が盛り付けられました。ましたので、トッピングもしていきましょう。はい、とろーり。ダメだ。はいはいはい、でかっ。はい、はい、思わずでかって言っちゃった。あ、もう一枚ずついけそうですよ。なんと豪華な。うん、で、ネギ。はい、いいね。はい、完成しました。ダチョウ柄塩ラーメン。きれい。はい。スープが透き通ってますね。いただきたいと思います。はい。はい、じゃあどうしましょうか。まずはチャーシューを食べましょうかね。うん。こういう時って何を最初に食べるのが正解なんでしょうか。喜ぶ。いいところ。
わあ、なんかぷにゅってわあぷにゃってなっちゃうぐらい柔らかいですね。すごい。いただきます。はい。どうぞ。うん。これは、うん、美味しいです。あ、よかった。はい、ガトー肉って火を通すとすぐ硬くなっちゃったりして、うん、あまりなんだろう、火を通しすぎないようにお勧めしてるんですけど、これは別に何もその硬さを感じることなく、うんうん、はいはい、うん、いいね、うまっよかった、チャーシューはじゃあ美味しいということで、すごいよ、うんうん、さあなんて美味しいんだろう、このチャーシューやばいな、この動画を機に全国のラーメン屋さんからあ注文が殺到するな。そうですね、そうね、そうなってほしい。さて、であれ麺いかないですか。いきますラーメンが麺いきます。はい、はい、まあ麺はね程よい茹で加減で、おお、どうですか、スープ麺はね、あれなんで、ね、うんうん、メシアなんでね、いただきますあ、レンゲがなかったね。うん、塩ラーメン、うん、さっぱりしてしつこくないって感じで、うん、なんかダチョウ柄っぽくさはあります。いつもの塩ラーメンとはちょっと違うなっていうのはある。へえ、楽しみ、どう違うのかちょっと食べてみたいと思います。はい、では続いて醤油ラーメンにします。はい、はい、よいしょ。あ、いいですね。はい、卵ちゃん、いいかもね。うん、あ、ちょっと薄切りが一人混じってましたけど、竹の肉を何ですかその替え歌は初めて聞いた。さっきの歌が頭から離れなくなっちゃったはい、お待ち。では醤油ラーメンをいただきます。はい、うちのチャーシューは細切り、うん、麺とスープがいい感じだね。はい、じゃあいただきます。はい、どうぞ。うん、うん、食べるの下手です。お互い様、うん、すすれないくらいですか。うん、美味しい醤油ラーメンです。でもすごいあっさりしてる。ザ、うん、塩ラーメンもさっき食べて思ったけど油がほとんど控えめで主張がないんで、うんうんうん、うん、そしてチャーシュー細切りだとどうなるか。はい、うんうん、うん、もうさっきともちろん変わらず柔らかいチャーシューなんですけど、はいはいはい、細切りになることでより柔らかく、うんうん、周りにゴマが馴染んでる気がします。いいね個人的には塩よりも醤油の方がなんかダチョウ柄に合うのかなという印象が。はいはいはい、うん、やっぱりあれかな、普通の鶏ガラとかじゃなくて、うん、油のそもそも少ないダチョウから出汁を取ることによってさ、この全体のさ油をさ、うん、セーブできてるのかな、うんうんうん、こうやって見ると油浮いてるんですけど、はいはい、浮いてるよね。でも全然しつこさはゼロです。はい、本当に今まで食べたラーメンで一番あっさりかもしれない。いいかも、女性にもおすすめです。はい、塩ラーメンと醤油ラーメン、はい、食べてみました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お腹がいっぱいです。はい、はい、どうでしたか。いや、美味しかったなっていう、で味の想像が私作る前ついてなかったんですけど、はいはいはい、本当に思った以上にあっさりっていうか、うん、もっとこってりかなって思ってたらダチョウ肉とかと同じくやっぱりあっさりめだなっていう感想でした。はいはい、ポリタンは。そうだね、やっぱりダチョウ肉は脂身が少ないから、うん、そのせいもあってかよりなんかいつもの醤油ラーメンとは一味違うというか、うん、脂身の抜けた、うんうんうん、油分がちょっと抜けてすごいあっさり軽くいけるような感じのラーメンだったと思います。はい、おかげでね、そう、おかげで塩ラーメンと醤油ラーメン2杯も食べれたし、ね、確かに。で、あの濃いめ、味濃いめのねダチョウチャーシューとも相性が良くて、うん、まあ煮卵とか、はい、まあそうそう、ラーメン自体が薄かったからより、うん、あの濃いチャーシューの味がね、そうだね引き立ってたっていうのはうんうん、なんかチャーシューと麺がなんか
半々ぐらいで主役かなっていう感じです。うん、そう、美味しかったということで、ダチョウガラを使って、ね、ラーメンを作ってみよう、醤油ラーメン、塩ラーメン編でした。はい、はい、皆さんも機会があればぜひ挑戦してみてください。やってみてください。じゃあねー、バイバイ。